新型コロナの感染状況についてお伝えしていきます県は、感染状況に応じて注意を喚起するため、独自の基準を設け、今日から運用を始めました注意報は、1医療機関あたりの患者報告数が1週間で30人以上、または入院患者数が1日に400人以上の場合に発表されます。そして警報は 一医療機関あたりの患者報告数が一週間で四十人以上。または入院患者数が一日に六百人以上の場合に発表されます。県は今日二十七日までの一週間に。一医療機関あたりの患者報告数が三十人を超えたため。注意報を発表しました。県によりますと、二十一日から二十七日までの一週間に。 県内60の指定医療機関から報告を受けた感染者数は1878人で1医療機関あたり31.3人となりました保健所別では五所川原保健所管内で37.86人上東山保健所管内で36.89人などとなりすべての地域で前の週を上回っています県は手洗いや手指消毒 定期的な室内の換気などより一層感染対策を徹底するよう注意を呼びかけています。